ちょっと今日こちらに行ってみようと。なんかオープンしたてのような、そんな雰囲気のある、お店でございます。じゃあちょっとお邪魔します。はい、あったか。はい、ありがとうございます。おー、おしゃれな。ちょっとね、カフェ&バーならではかな、ちょっと今日気になるので行ってみようかなと思います。この新西大寺商店街かな。ちょっと今日こちらに行ってみようと思う。なんかオープンしたてのような、そんな雰囲気のある、お店でございます。ちょっとね、内容がどういうものかちょっとわからないんですけど、屋上ガーデンスペース、バーベキュースタイル、ちょっと入っていきましょう。はい、なんか普通に写真 OK とかね書いてます。じゃあちょっとお邪魔します。はい、あったか。ちょっと失礼した。屋上になってるんですよ。じゃあちょっと行ってみます。こういう感じでこの外を見えるということです。はい、すみません、メニューですね。じゃあこちらメニューになります。どうしようかな。あー、いいですね。瀬戸内レモンスカッシュ、青しであるんですか。はい、じゃあちょっとそれ一ついただいて、あとちょっとフードも。食事がこちらにあります。あ、ここはもうこれはドリンクメニュー。あ、そうです。なるほどね、カクテルとか。はい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 、どうしようかな。これだいたい価格的にはどれぐらいなんですか。あ、商品として書いてるのが300円。300円、1個1個で注文できるんですね。あー、はいはい。あー、アヒージョとかが700円でし、パスタが800円で、スイーツが、あー、でも結構安いですね。だいたい2000円、まあ、合わせて2000円ぐらいで。あ、はい、ちょっとお願いします。おー、おしゃれな、おしゃれな感じでございます。このレモンを、ね、切って、その中にスカッシュが。これ下に青いのがあるんです。これはもう普通に下が青いっていうわけ。あ、いやいやいや、グラスは普通のこれで。あー、シュークを入れてます。あー、なるほど。うわ、すごいおしゃれ。あの、ブルーキラスを。あー、はい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 、うん、あ、すごいさっぱりしてます。うん、このまたブルークラソの甘い感じが、この酸っぱさと加減がいいです。うん、まあ、若い人もですけど、ちょっとデートとかなんか女子会的な感じ、いいですよね。ライスコロッケ、お米を、お米が入ってるってことですか。お米でコロッケを作るか、ツナのタルタル、はいはいはい、ツナのケーパーとか、はいはいはい、色でとか、
で右がこちら。ありがとうございます。すごっ。中がこんな感じになってます。なんかちょっとチーズかな。いただきます。うまっ。めちゃめちゃうまい。中が外がサクッとしてる。お米がマイルドな感じです。ツナからいただきます。うん。あ、うまっ。うん。すごいあのシンプルでなんか新鮮な味がします。全然このドリンクと合います。うん。続いてはサーモンいただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。よし。でも会計が2400円ぐらいでございました。まあちょっとした贅沢というかね、まあ滞在時間1時間ぐらいいましたけど、なんかまったりしました。 Wi-Fi とかね、そういうのもあります。いや、安定したスペースで、もともとね、このオーナーさんがね、なんかスペイン料理を勉強されてたようで、でそこからあの店長さんに、ね、引き継がれて、味が引き継がれていて、ちょっとね、面白い味でございます。ぜひあの気になる方行ってみてください。それでは失礼します。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。